君の慌てる姿を見るのも懐かしい。僕に会うたび、こういう表情をするんだね。ザヒョウはどこにいるんだ？君の心の声、はっきり聞こえてるよ。まさか忘れちゃった？君が初めてパルディスティアイに来て、僕が何かする必要なんてないさ。僕と意識をつなげられることはハイパシアにとって光栄なことだもの。誰と話をしてるんだ？まさか気になるよね。教えてやってもいいよ。今回は君の接触を感じたからこそ、僕は自らハイパシアの意識に入ったんだ。無駄なあがきをしている人間を見に来ただけさ。おい旅人、お前は僕の進化のプロセスはほぼ終了した。残りは後片付けをするだけだ。わかるかな？クラクサナリテビを救い出せたとしても、神としての僕と君たちの間には実力において雲泥の差がある。子供同然の神を僕に歯向かうよう強要するのは賢明とは言えないよ。学者どもが知恵の神を信仰しているからこそ、恐れ多くも送信計画を実行できた。だけどこれは、人が神を崇拝する行為が冒涜と神聖さを同時に内包している証明とも言える。言ってごらん。そうかい。僕は今機嫌がいいからこんな風に君とおしゃべりしてるのさ。というと？話だけを聞くと、まるで君が僕の友達で僕のことを心配してるみたいじゃないか。だがそれは大間違いだ。僕は君とも他の全員とも違うのさ。僕は神になるために生まれた。今までの人生は全てが無意味な過程に過ぎない。神と同じことだよ。神自身は意味をなさない。重要なのはそこに書かれた内容の方だろ。今までの僕が残したのは苦痛にまみれた記憶と人としてのくだらない感情だけ。この上なく愚かでとっとと終わるべきものさ。逆に君たちのようにあがき続ける人間の方が僕にとってはよほど面白い。君がこの世界で戦わなければならない理由は何だ？今の僕は君の意識とつながっているから、君の心の声が聞こえる。もちろん君の心のその強靭さも感知できる。今日のおしゃべりは悪くなかったから、一つアドバイスをあげるよ。その無意味な守護者気取りをやめな。君は真実を何一つ分かっていないんだから。これこそ全ての人間と君のためだよ。人という生き物は無知であればこそ幸せになれる。そうだね。僕は彼女をとても気にかけている。君だってこうしたはずだよ。彼女は僕の神の意識を覗き、同時に僕の過去も覗き見た。彼女は一人目の信者と呼ばれる資格がある。神には信者がいないとだろう。ハイパシアは幸運にも僕に選ばれたのさ。彼女の出現は僕が神の権力へ初めの一歩を踏み出すことを意味し、
彼女の信仰こそが僕の栄光を築いていく。君は常に僕の言葉を疑うんだな。まあいい、君もすぐにわかるさ、君がどんな権威を疑ってるのかをね。誰がこの敬虔な女性を傷つけようとしているというんだい？博士が僕の初めての信者に手を出そうと？面白い。言われたことがないかい？君、中を引き裂くのが下手だね。博士は昔から身の程知らずなやつだった。人間のくせに今も新たな神に干渉したいと考えている。でもそんな言葉だけで僕の力を利用して博士を排除しようと思ってる君もちょっと甘すぎるんじゃない？君がここで僕と会話できるのも僕からの恵みだ。僕の声を聞く者として君に褒美を取らせよう。良きことも悪きことも恩恵として見られる。